やっほー、こんばんは、こんばんは。メリクリイブ。クリスマス。メリクリイブ、こんばんは。こんばんは。ありがとう、こんばんは、皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。こんばんは。メリークリーイブ。こんばんは、皆さん。ヤッホー。クリコンありがとうございました。もう楽しかった、本当に。クリコン楽しかった。ありがとう。お疲れ。なんか今日ビジュよくてさ、なんか今日私ビジュよくて、カメコ STU が漏れてるんですよ、初めて。だからま、わかんない、まだ事故ってない写真が載せられてるから漏れてるのかもわかんないけど、カメコ STU 漏れてるんですよね。なんかわかんない、まだ3枚ぐらいしか載ってないけど、だからちょっと期待してこうと思って、めっちゃ嬉しい。なんか今日漏れてるの。でも今日ね、褒められたんですよ、あやぱんとかにも。え、今日漏れてる、褒められた。だからでも個人的には本当にもうあのやめメロディーって感じだったんですけど、え、なんか漏れててすごい嬉しい。漏れたからオールオッケーみたいな感じ。こんばんは。配信は一昨日しましたね。一昨日とか。でも12月でそこまで配信してないかも。でもそれにはね、ちょっとあるわけがあってね。ちょっと。貯めておいてって感じで。まあその話はね、もうでもあと2時間、今日ちょっと23時59分までちょっとみっちり配信したくて、それもまたリーブあるんで、最後まで聞いててください、本当にお願いします。え、クリスマスコンサートありがとうございました、本当に楽しかった、楽しかった。本当になんか瀬戸リーがさ、なんかすごいなんか雪、なんかクリスマスって感じで、なんかあーいいなーと思って、なんか車幕みたいなやつが垂れ下がってて、もうめっちゃ綺麗でした、本当に。うん、楽しかった、ありがとう。みんな今日クリスマス何してたの？瀬戸栗以外で遊んでた方、家にいた方とか。クリスマス、明日、でも明日が本場のクリスマスやから、明日が本場のクリスマスやから。でももうこの時間だし、確かに眠たい人いるもんね。でもちょっと一応ちょっと今日は最後まで行っててほしい。30分ぐらいまでちょっとクリスマスコンサートの話とかちょっといろいろとします。でその後ちょっと宣伝とかいっぱいいろいろとする。30分からちょっと私真剣な話があるんで聞いてもらっていいですか？真剣な話があるから。え、なんか嬉しい、今日なんかカメコ STU でめっちゃ可愛い写真が一枚あって、マジで嬉しかった。ありがとう、本当に今日来てくださった方はもう、あの家でね応援してくださってた方もありがとう。ペットローストビーフ、最高。え、今日さ、私さ、お昼ご飯今日ケータリングがなんかなんだっけ、ケータリングがあったかいご飯とかなんよ、あったかいご飯とかのやつで、でもそれ食べんかったよ、私我慢した。偉くない？我慢した、偉くない、マジで食べんかったんで。偉くない？お昼ご飯食べなく、朝ご飯も食べない、お昼ご飯も食べない、偉すぎん、マジで。
我慢したの。ちょっと今日からまた切り替えていこうと思って、自分の機嫌を取るためにも可愛くなろうっていう計画を立てて、可愛くなろうって計画を立てているのにもかかわらず今日漏れましたから。今日も一番可愛かった私が。え、髪型が可愛いんです今日一番。やばくない、私今日この髪型もう爆上げでさ、テンション、いつものハーフツインなんやけどさ、巻き方やばくない、このめっちゃ過去一可愛い、このやばい。でも最近私この髪型さできるくなったんで、自分でウェーブ巻きが可愛い。ツイン大好き、え嬉しい、ツイン可愛いよね。でもこれメイクさんじゃなくても私ができるくなったからイベントでできますよ。あ、また後で話いい感じ、え嬉しい、本当に可愛いよな。なんか今日美女かったんですよね、美女かったんですよね、なぜかわかんないけど今日もかわいい、ありがとう、ちょっと嬉しい。いや一番、えそれだった、それいやもう本当にゆういちかわいい、ありがとう、私もゆういちが一番かわいいよ、そうやって言ってくれる。えユニット今日クリスマスコンサートがあって、そのユニットがあなたとクリスマスイブ、どんなプレゼントより最高、本当にもうピエンって感じでやばくない、あなたとクリスマスイブだよ、なっちゃんと、しかも鍋うつみ、鍋りね、なっちゃんりね、りねなっちゃんで、私ケミ名ないんでちょっとあれなんですけど、たまたこお疲れ、ありがとうあかねちゃん、お疲れ、あかねちゃんもお疲れ。湯豆腐ありがとうくまちゃん、湯豆腐ありがとう、ありがとう、かわいいマイメロ、私はちなみにシナモンくんが好きサンリオオタク、そう意外な組み合わせなの、やばいよね。え私さ、ちょ正直問題話してもいい、あれさダンス踊らん曲なんですよ今日、多分見てくださってない方とかもいるんでめっちゃ説明しますと、あなたとクリスマスイブっていう曲をなっちゃんとユニットでやったんですよ。でめちゃめちゃ素敵な曲で、もうぜひ後からひかり TV さんで契約して見ていただきたいぐらい、もう本当に素敵なんですが、本当にねバラード曲で、もう振りがないんですよ、振りがないから歌うだけになるんですよね。だから目で訴えなきゃと思ってめっちゃ練習した。えもういい感じだったかな、研究生が頑張って書いてて、そうリネ鍋で、そうこれめっちゃ良かったよね、私も良かった、めっちゃ歌も練習したんですよ私、あれマジで本当に何回も練習した。なんかそうこれ裏話なんですけど、なんか自分がバラード曲のやつくじ引いた時に、結構これは笑い話だよ、これは笑い話だから、結構マネージャーさんが心配してたらしいでもよか良いって言ってくれた、めっちゃ嬉しかった。そう私も自身も心配だったの歌でもね、結果いい感じに終わってよかった。うん、なんかなっちゃんとコンビ組むこと結構ある、嬉しい、チャートリーになってから今年になっていろんなメンバーと仲良くなったからね、本当にえいちゃん、え本当幸せ、そうくじで決まったし運命だねっていう、そう歌もいいんですよね、いろんなメンバーと最近仲良しなんで、ちょっと決め名が決まってないんですけどまあ仲良ぴってことで仲良ぴってことで、あ
感動するよね。世界で一番いつもニコニコしてるんですけど、私ちょっと雰囲気変えてみようと思って、あのなんかニコニコ抑えたちょっと涙出そうになりました。私出てないんかいって感じですけど、うるっと来たんで出ましたねうるっと来たんで出ましたね。本当に私涙出そうだったんでうるっとは来たんで涙出ちゃったことで涙出たってことで、うん、でも本当にもっといろんな曲にチャレンジしてみたいなと思いました。なんかね本当にね、マジ公演モチベ高いんですよ。これもうずっと前から言ってるけど、本当に公演モチベ高くて、なんかもっと今日会えなかった方も含めて、もう会いたいですみんな。そう27日公演あるけど、もう公演納めっていう方とかもいると思うんですけど、2023年も素敵な思い出を作りましょうね。もう年末だしね、本当に嬉しい。なんかマジでさ、なんか本当に改めて感謝することが本当に多いんですよね。この前の配信の時とかも言ったけど、なんか本当にありがたいなっつってな楽しみ。湯豆腐さん、湯豆腐ありがとう。スノーボールいいの、ありがとう、綺麗、ありがとうね、可愛すぎちゃるがいなこんばんは、嬉しい。えてきた、おみあ、そうそうそう、本当にもうねすごい楽しかったっていうお話、うん、あとねももちゃんの生誕祭もあるし、愛子さんの生誕祭もあります。今年多分それで私は公演納めです。愛子さんと桃田祖の公演で仕事納めになります。27日の公演で、フェスとかないんでそれ以降はないってことで、まあね、私がアイドルしてる限りは会えるんでまた今年会えなかったっていう方もぜひ会いに来てください。オンライン、そう、9枚目シングルの9枚目シングルのお話し会まだ決まってないけど、9枚目シングルの発売されたんで多分絶対にお話し会あるんで、ぜひ会いに来てください。まだ日程は決まってないけど、3月1日に発売だっけ、なんかそう3月1日とかに発売でした。あ、3月ないんやみたいな、3月1日に発売です。多分タイトル未定でお話し会絶対来るでしょ。そんなだからぜひまた発売されて、あ、3月1日ですね、タイトル未定であるのでぜひ待ってます。はい、はい、そうですね、はい、3月1日です3月1日です3月、あ、やってた最近記憶力めっちゃええんよ私。え、怖いぐらい記憶力いいんですよ最近。天才なんだよね、天才ですよ。で1月1日に公演があるんで、新年早々もう明けおめって言わんばかりにあるので会いましょう。そしてなんとこの度いつ見るね、20歳のイベントがございます。成人式のね、成人式のイベントがあるんですよ。今年20歳になった成人のイベントがあるんですよ、広島クラブクアトロで。ぜひ待ってます、待ってますよ、待ってますよ。
広島クラブクワトロで、クワトロであるんです。ぜひ待ってます。振り袖の私を見たいでしょ。振り袖のここの中ですよ、ここの中。振り袖の足のこと見たいでしょ。成人イベントをぜひ待ってます。待ってます。しんいちハートありがとう。てか私今日カープのさ T シャツ着とるんよね。でも寒すぎていつもの部屋着、死にそう。寒すぎて死にそう。どどつき上げ。この間リアルお話し会ありがとう。あ、そう、リアルお話し会もありがとうございました。本当にリアルお話し会、本当に新しいファンの方が来てくれて嬉しかった。なんかオンラインで会った人がリアルでいるとテンション上がるよね。ね、本当に幸せ。振り袖ぜひ見に来てください。私のご都合が合えばですけど、ぜひ待ってます。てかさ、雪大丈夫だった？みんな、え、めっちゃ私今日朝滑りそうになってさ、ずっこけそうになったんやけど、めっちゃ心配。みんな雪大丈夫でしたか？私はちなみにあの雪でぶっ転げそうになった。次にグッ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 って歩いたグッ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 しながら歩きました。もう本当に大変でしたね、ずっこけ。めっちゃ寒い、マジで。もう手袋必須ですよ。みんな当たりますように。申し込んだ人みんな当たりますように。申し込んだ姉ちゃんさんみんな当たりますように。え、てかさ、今日さパトカーめっちゃ多くってさ、何が起きたのかと思ったら全部事故。びっくりした、本当に。帰り私アヤパンと帰ってて、なんかめっちゃ光っとってさ、なんかめっちゃ光ってるって見たら、そのタクシーが反対車線のガードレールとかに乗っとって、えみたいな、やばーみたいな。いやもう危ないよ、ほんまに危ない。いや本当に危ない。いや本当にね、危ないよ、うん、よくない、マジで。いや雪テンション上がるよ、大好きだけど。雪テンション上がる、大好きだキロ、大好きだキロね。てかさ、愛子ちゃんがさ、私のさ言葉さ、ちょっと言ってくれ。私がなんとかだって言ったら、なんとかだって言ったら愛子ちゃんキロキロキロって補足してくれる、補足してくれるんだけどそんな愛子ちゃんが好きなんだけど変わっちんだけど、愛子さん変わっちんだけど、最近ずっとキロキロキロばっか使っとるだけど言いすぎてあのけん、その言葉遣いなんかだるいんだけどって言われちゃった。だるいんだけど、だるいって言われちゃったけどそう、事故多かったみたい。え、若干さ、若干コメントにさ多分時差あるよね今。若干コメントにさ時差ある気がするんだけど、そんなことないけど。湯豆腐雪ありがとう、プラン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 、ありがとう雪、嬉しい。若干多分今コメントに時差ありそうな気がする。じゃあ私が、え、ほらほら時差あるよ、コメント、コメントに時差あるよ、ほら。え、電波悪いかな、そんなことない、そんなことないかな、少しある。ちょっとあれなんですけど、
私はまあ大丈夫か、まあ大丈夫か、まあ寒いからバグってるってことで、そう、まあ見えてたら OK。 ほらめっちゃ時差ある、配信配信めっちゃ時差ある。本当？まあいっか、まあそんな感じかな。うん、いや雪本当に危ないよね、気をつけてください。広島でさ、めっちゃさ、なんか雪降っとるの見たら、本当にあのもう私感動、広島来て初めてあんな大雪見たかも。なんかめっちゃ積もっとったんよ広島で。なんか全国的になんか大寒波、違う、めっちゃ良かったな、大寒波みたいな、大寒波みたいなやばくてめっちゃ面白かったマジで。みんな気をつけて、本当にやばいんだけど、そう広島やばいよね本当に、めちゃくちゃさ雪降っとってさ心配、めちゃくちゃ、いや本当にやばいマジで、徳島とかもめっちゃ雪降ったらしいですよ、なんかニュース見てると、めちゃめちゃ雪降ったらしいですよ。普段なんか5年ぶりらしい、徳島とかも5年ぶりに雪降ったって言ってた。いやでもそりゃそうだよな、なんでこんなさ寒波ばっかりなんか分からんけどさ、でも本当に異常なくらい寒い、冬ってさ耐えられそうで耐えれんくない、正直なんか無理かもとかってさ思うけどさ、なんとか耐えてるけどやっぱり無理ってなる、寒すぎて、なんか普段降らないところも結構降ったらしくて心配、もう本当に、だから今日さ来た人とかもさクリスマスさやばかった、この前さ新幹線やばかったマジで、なんかもう止まって、なんかあれは雪とかじゃなくてなんか停電かなんかだよ、いやマジやばすぎてさ、もうなんかマジでやばかった、いや本当に気をつけてほしいね、本当に心配みんな、まあ気をつけてね本当に、この時期もこの時期で体調も心配だけど本当に普通に心配なんで、今日夢でさめっちゃ変な夢みたいな、私聞いてほしい、私が見た変な夢を、私が見た変な夢を聞いてほしいです。なんか悪い夢じゃないんよ、悪い夢じゃないけどなんかやばくて、ちょ聞いてほしいその内容を。何言いますね、なんかね、私母と一緒に、母がなんか朝ごはん買ってきてくれたんよ、私の母が、私実家にいて、でなんか普通にあの机椅子に座っとって、まあ、テーブルで、でなんか朝ごはん、なんか私中学生の頃に戻っとって、で母になんか朝ごはん買ってきたみたいなこと言われて、朝ごはん普通に私置いてあるよ、母が机の上に朝ごはん置いたら、なんか2種類あって、なんか焼きそばパンが置いてあったんよ、でそこまでええとして、焼きそばパンともう1種類が普通のなんかブロック状のクロワッサンみたいな、こう四角い系のクロワッサンの中に焼きそばが入ってるみたいな、でなんか
マヨネーズかかってるみたいな、そんな感じに夢を見たんですよ。クロワッサンに焼きそばが挟んであったんですよ。でも普通に考えたら美味しそうやん。焼きそばパンともう一種類クロワッサンに焼きそばパンが挟んである、焼きそばが挟んである夢を見て、いやそれがなんか夢の中だったらすごいおかしく感じて、私は朝起きた時になんで焼きそばパン出てきたのかなとかって思って、そういう謎の夢でした。はい、で結局私は食べたんですよパンを。でどっちを食べたかというとクロワッサンに挟んである焼きそばパンの方を食べました。クロワッサンの中に焼きそばが挟んであるクロワッサンの焼きそばパンを食べました。そう選んだの、私夢の中の私はそっちを選んだの。やばくない、クロワッサンに焼きそばが挟んであるパン私見たことない、見たことない。でも現実的に考えたらさ普通にありじゃん。でも夢の中の私はすごく違和感を感じたんですよ。で寝て起きてもうすごい違和感を感じて、だから多分おかしい。でも美味しいんですよね、絶対美味しいじゃん。で私もやってみたいなと思ったの実際に。でも夢の中の私はおかしいと思ってた。でも実際に夢の中の私はそっちを食べた、美味しいって言ってた、めちゃめちゃ美味しかったよ夢の中で食べた焼きそばパンはね。だからまあいい感じかなと思って、でもなんかなんで夢に焼きそばが出てきたのかなとかって思って、すごい不思議に感じました。もうめちゃくちゃ不思議に感じましたさっていうお話。そうそんなことがありましたね。いやー誰も想像つかないよね正直問題。ね本当にもうめちゃくちゃ不思議な夢を見ました、最近結構ね変な夢を見ることが多いんですよね、最近変な夢を見ることが多いんで、まあ序の口日曜茶飯事なんですけど、日曜茶飯事なんですけどね、変な夢を見ることが多くて、まあ、そんな感じでした、みんながコメントしづらくなってるあまりにも普通、なんか普通すぎて、なんか私がやばいやばいってやばいやばいって言うけどさ、でもみんなもっとやばいものを想像してたのかなって思うけど、あの私のせいでコメントしづらくなりましたよね、すいませんすいませんごめんなさい。いやそう変な夢見た時にそう夢占いしがちなんですよ、めっちゃわかる。夢占いすぐするんですけど、私もう焼きそば、いやさすがにちょっともうなんか時間なかったし調べんかった。自転車壊れた夢見たら本当に壊れましたよ。えそれは予言されたんよ、それ予言されたんよ、やばい。え買った自転車、買いました。えでも私、えでもさ夢ってまさなんか逆になるみたいに言わん、私それで一回夢の中でドライブしてて事故ったんですよ。事故った夢を見て、その普通になんかファンの方が普通に夢に出てきて、なんか事故ってて、で本当にそのファンの方事故ったらしいんですよ。怖くない？いやマジで怖いよね。だからマジでこういうことやっぱ言った方がいいのかなと思って、なんか逆になるっていうから言わない方がいいかなと思ったけど、やっぱこっちに出してた方が消化できるっぽいんで、いやマジで怖い、怖いよね、普通に怖い話じゃない、本当にあった、マジ気をつけ、え怖いよね、予言されたんかなみたいな。えでもその話は普通に元気なんだけど、いや本当にそう、でも個人的になっちゃうからあんま話したくないけど、でも本当に事故ったんですよ、私が夢に出てきたファンのことが。怖くない、マジで怖い、だからマジ気をつけてほしい、普通に鳥肌作品怖いよね、気をつけてねみんな。最近私結構強くなったんで、この人に対しての気持ちが強くなったんですよ。なんて言うんだろうな、これはなんて言うんだろう、なんか本当に生きている中でなんかもう自分自身に自己防衛ができている対策がついた。歩いている時とかもなんか本当に何か違和感を感じたらすぐ
振り向いたりとかするなったんで、だからもう事故らないように徹底してます。今日も雪で滑りかけてきて、グッて自分であのブレーキかけたので滑らなかった滑らなかった。天才だけど、天才なんだけどね、天才だからと、うん、そう強くなった、リエちゃん強くなりました、イエイイエイ、強くなりました。広島レモンプレゼントありがとう、ありがとう、嬉しい、こんばんは。ペントロもプレゼントありがとう、嬉しい嬉しい、新しい嬉しい。そうそうなんですよね、本当にそんな感じでした。あ、そう、私が話したいことって言ってたことをちょっと話しますね。だからもう大体多分想像はついてるんですけど、本当にここから真面目な話になるんで真剣に聞いてほしい。これは笑い事じゃない、これはマジで笑い事じゃなくて本当に聞いてほしいことなんですけど、今日そう来てくださった方も来てくださってない方ももう SNS とかで発信されてると思うんですけど、そう9枚目シングルの選抜9枚目シングルの発売するっていうことと同時に選抜の発表もされたりしたんですよ。でも私今回選抜入ってないんですけど、それとは別にまた別のイベントがございまして、明日の25日の17時、明日25日の17時から12月31日の19時59分までショールームイベントがあるんですけど、そのショールームイベントがナイーブさんっていう、そのなんて言うんだろうな、肌のスキンケアとか肌の石鹸とかのナイーブさんっていうそのメーカーさんと STU48 のコラボイベントがあって、それなんか普通にコラボのイベントって思うかもしれないんですけど、そのナイーブさんとのコラボイベントで上位5位以内に入ったら、そのイベントなんで5位以内って決まってて、5位以内に入ったら9枚目シングル、今回発売するシングルのカップリングの曲、5人だけのカップリングのオリジナルソングを制作してもらえるんですよ。でその5人だけのミュージックビデオとかも撮影しますし、その5人だけの衣装とかもあったりとかして、もちろんそのナイーブさんとのコラボなんで、CM とかにもね抜擢されるらしいんですよ。広告とかその普通にドラッグストアとかに貼ってあるポスターとかにも貼られたりするらしいんですよね。だからすごい、なんて言うんだろうな、そのショールームイベント、結構私結構ショールームイベントやってるんですけど選ばれないこととか多くて、でも今回のイベントも参加しようって思ったきっかけとかもまた後で話すんですけど、そのイベントがあって私参加したいなと思って決意表明をしました。まあ、先にメールでちょっとお伝えしたんですけど、普通にメール見てない方とかはもうびっくりした方とかもいるかもしれないんで言葉で説明しますと、そうだから何が言いたいかというと、今回ショールームイベントがあって参加します。でそのショールームイベントにショールームイベントでランキングがあるんですよ。で上位5位まで入れるんですけど、その5位以内に選ばれたら9枚目シングル、3月1日に発売されるカップリングの曲、5人だけのナイーブさんとのコラボのオリジナルソングが CD として入れられる、その5人だけの MV 撮影があったりとか、その5人だけの衣装とか、あと CM とか、あとこれ多分みんな聞いてないかもしれないんですけど、メディア出演とかあるらしくって、もしかしたらその披露するその5人で有名な番組とか出たりする可能性もあるっぽいんですよ。だから本当に頑張りたくって、とメディア出演とかもあるらしいんですよね。そうだからね、本当にねこれってチャンスだなと思って、私の目標がその選抜に入りたいって目標なんですけど、まあ、今回ねこの3月1日に発売される9枚目シングルの選抜には入ることができなくて、でもそこでまあ悔しい思いはしてたんですけど、この発売されるその9枚目シングルの選抜が発表される前から私はこのイベントに参加するかすごい悩んでて、でも今日の朝メール送ったんですけど、
検閲に引っかかってて届いてなくて、あのコンサート終わりに言っちゃって、なんか選抜、そう選抜の発表がある前から私はしたいって思ってたから、もともと言うつもりだったんですけど、そう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 なんですよ、そうあったんですけど、私もう本当にね、もうねめちゃめちゃ悔しくて、なんかもう本当にだって9枚目シングルのさ CD さとかさ、まあ過去の CD とかあるけど、前回8枚目シングルで船から降りた僕たちはっていう曲のね、あのカップリングをね自分の声入れてもらったんですけど、9枚目シングルって自分の声が入るか分かんなくて、なんかそれって悔しくないですか？自分の声が入ってないなんか CD を売るっていうのもなっていうのもあるし、なんか本当になんか当たり前じゃないと思うんですよ、自分の声が入ってるのって。しかもなんか自分さ、なんか本当になんか自分のしたいことがちょっとよく分かんなくなったりする時期もとかもあって、なんか何がしたいんだろうとかって思ってたんですよ。でもやっぱりそのよく考えた時にファンの人を幸せにしたいなとかって気持ちがあったりして、でも自分の目標は選抜に入ることだと思ったりしてたんですよ。でもなんか自分が選抜に入りたいっていう目標をなんか抱えてても何も進まないなと思ってて、なんか選抜に入りたい入りたいだけの口じゃ何もできないなと思ってて、普通にこれ言ったところで、まあ、決意表明にはなるけど行動には表してないなっていうので、やっぱりその自分から行動しなきゃいけないっていう気持ちとかもあるし、なんかもっと2023年は飛躍したいっていう年にしたいって生誕祭とかでも言ったと思うんですけど、本当にもうねめちゃくちゃね、あのもう本当にこれは悩んで、なんかファンの方を幸せにしたいって言うけど、正直ショールームイベントで本当にファンの方の負担がすごいんですよ。いやマジで本当に配信する人も大変だとかって言うけど、私はただただもう本当にもうあの普通に配信するだけなんで、もう本当にもうあとはついてきてくださるファンの方だけなんですけど、本当にねもうめちゃくちゃねあの負担かかるんですよ、ショールームイベント。朝早く起きてもらったりとかして、みんながさ汗水稼いでさ、なんか愛情をさいっぱい注いでくれたりして、本当にもうめちゃくちゃ迷惑っていうか、もう本当にみんなの私生活に市場とか出てくると思うし、なんかもう本当になんかもうどうしようって悩んでそれ悩んだんですけど、やっぱり自分の目標はなんか選抜に入ってもっといろんな方々に見てほしいっていうのもあるし、もっと自分のことを知ってほしいっていうのもあるし、もっと活躍したいし、でまず選抜に入るにはやっぱ自分がここまでできるんだっていう実力をやっぱり上の方にも見てもらいたいなっていうのもあるし、本当になんか PR 舞台とかも挑戦したけど、これもちょっと自分の実力不足でうまくいかなかったんですよ。で今までショールームイベントとかも挑戦してきたんですけど、結構ダメなことが多くて、そう現実的に考えた時になんかダメなことの方が多かったから、今回のイベントもってかって本当に悩んで、マジで悩んで、なんか今までだったら結構よしこれはいけるって、まあ、ダメだったとしてもやらないよりやった方がいいみたいな、結構やる気重視だったんですけど、今回本当にマジで考えて、でも考えてて、いやとかって思ってたんですよ。もう本当にめちゃくちゃ考えて、なんか本当にね夜中ぐらいまで考えて、でもやっぱり自分がやらなくて後悔してる時のことを想像したらめちゃくちゃ悔しかったんですよ。だからもうやろうと思って、なんかもうこれもやらなきゃ始まらないと思って、あのもう参加することにしました。そうメールでね熱く気持ちは語ったんですけど、9枚目シングルはあの選抜には入れなかったけど、このカップリングショールームイベントのカップリングのイベントを通して絶対に5位以内に入って私は1位を取りたいです、このイベントで。
1位を取りたいです絶対に。5位以内に入って、しかもなんか参加イベントするメンバーはまだ発表されてないけど、このイベントはやっぱ大きなイベントだから本当にいろんな先輩方とか、まあ、いろんな同期とかめちゃめちゃ争奪戦な気がするんですよ。すごい人数の中で5位以内を目指すのはすごい難しいって思われるかもしれないけど、私はやっぱりもう絶対に入りたいし、まあ、この気持ちはねみんな一緒だと思うんですけど、やるからにはもう絶対にガツンとさせたいし、このイベントを通してやっぱ決着をつけたいなって思ったんですよね、だからもう本当になんて言うんだろうな、まあ、みんなイベントを頑張るっていう気持ちもあると思うし、絶対に入りたいっていう気持ちも他のメンバーもあると思うんですけど、それに負けないように私はやっぱファンの方についてきてもらわないように、私が一番このイベントを通して何ができるかっていうのを考えながらやっぱやりきりたいなと思いました。だからもう絶対5位以内に入って1位を目指します。だからもう本当にねなんかもう頑張りたい頑張りたいってなって空回りになってるかもしれないけど、もう絶対に入りたいのでついてきてほしいです。やっぱいろんなメンバーがいるし、応援誰にしようと思ってる方もいると思うんですけど、絶対に入りたいです。そう泣かないって決めてるから。いやもう今日もね今日もねそう、いや泣かない、1位になってから泣く入る前から泣かない。でも本当にいやマジでもファンの方の負担がすごいんで悩んだんですけど、やっぱりやって1位を取って嬉し涙を流したいので、皆さんついてきてください、お願いします。そう25位、明日の17時から19時59分まであるんですけど、ほぼ1週間、まあ6日間だけどほぼ1週間なんで、もう本当に大変かと思うんですけど、マジで私は本当に前向きに頑張りますこのイベント、だから本当についてきてほしいなと思います。そうだからもう本当にファンの方のさ負担かかるしさ、それで幸せにできるのかなとかって思ったりしたけど、自分がこのイベントを通して5位以内に入って、そこからもっとファンの人を幸せにできることかなと思ったので、もう絶対に入りたいです。だからもうついてきてほしいです、お願いします、お願いします。でも明日から SNS とかで結構イベントのこととか発信すると思うんですけど、全力で拡散してほしいなって思います。明日一応今日の夜はちょっとあれなんですけど、明日の朝ちょっとツイートしようと思ってるので、ツイートしたらいっぱいリツイートとかいいねとかしてほしいです。で星集めとか星投げとかの関係とかもあるので、またちょっとなるべくなる早で発信するんですけど、多分イベント結構私してるから慣れてる方とかも多いんですけど、慣れてない方とかもいるので、またショールームイベントの注意事項とか明日お話し会なんですけど、それが始まる前に発信しますね。で明日の日程がお話し会とかの帰宅時間を考えると19時ぐらいからしかできないっぽいんですよ。でやっぱスタートダッシュ大事だと思うんで、まあ、私がそっから配信するにしてもちょっとタイムテーブルにはよるんですけど、明日の朝ちょっとタイムテーブル出すので、またそれで確認をお願いします。
願いします。また発信するので。そう、なんかルールとかあって、そう1日3時間っていうルールだったりするので、ちょっとまだ理解できない方とかも多いと思うんですけど、本当にもうね、一人一人の力が必要なので、うん、多分もうめちゃくちゃ多分参加するメンバーがいると思うから、ファンの方も不安な気持ちになるかもしれないけど、私は絶対に不安な気持ちにさせたくないし、だからもう今回のイベントでファンの方にも自信を持ってほしいなと思う。からもう自分自身も本当に自信を持って頑張ります。こうやって応援してくれる人がいるんだっていうことを誇りに持って、このイベントを頑張ります。うん、そう、なんかね、多分イベントで多分わかんないこととか多いと思うんですけど、そう前回のイベントがそのSMS 認証、そう SMS 認証、そう今言おうとして SMS 認証のができてない人がいて、すごいなんかポイントが減点されてたんですよ。もういっぱい星集めとかしてくださったのに、それができてなくて減点ポイントになっちゃって、すごいランキングが下がっちゃったんで、そうショールームイベントでその SMS 認証って言って、その設定から飛べるんですけど、設定から電話番号とかの登録があって、 SMS 認証っていうのがあるんで、それ絶対にしてほしくって、それをしてなかったら星とか投げても加算されないんですよ。その時は加算されても、また次の日になってくるとそれ意味のないものになっちゃうんで、一生懸命そう星集めとか結構1時間前とかにやらなきゃいけなくて、なんかそうすごいなんかもう複雑でもう難しいんですけど、その皆さん頑張ってくださった努力が、努力の結晶がちょっと無駄になってしまうので、SMS 認証っていうのがあって、それは絶対にしておいてほしいです。そう、だからまだその SMS 認証っていうもの、ショールームで設定から飛べるんですけど、 SMS 認証っていうものをやってない方がいたら絶対にしてください、うん、でそれをやってなんか乗っ取られるとかそういうのはないんで大丈夫です。普通に電話番号登録するだけなんで、普通に大丈夫です。あとそうだからもうお願いします。だからね、結構1週間ぐらい、ほぼ1週間すごいみんな大変な1週間になるかもしれないんですけど、ぜひついてきてほしいです。私も頑張るので。そう、25から26、27、28、27ぐらいかな、まあ、ちょっとあれなんですが、28、29、30、31日は割と案件とかもあれでいける気がするので、まあ本当に何人立候補するか分かんないけど、多分いっぱい立候補すると聞いてるので、とりあえずもう頑張ります。うん、でも絶対に入りたいです、私は。そう、だからね、どういうね企画をしようとかもね、ちょっと今日の夜考えます。今日の夜考えます。まあリネ占いはねするよね、リネ占いはするよねっていうお話ね、占いをするよねっていうお話。ね、占いをするよねっていうお話よね。
とりあえずあの明日の朝ツイートをするので全力で拡散してほしいです。ちょっと今日の夜配信終わったら画像まとめます。一応その作ってあるんですけどまだ完成しきれてないので、ほんとすいません、マジギリギリまで結構悩んでたからもっと早めに準備できる、でも今日中に発信した方がいいと思うんですけど、ちょっと本当にマジで悩んでたんで、でもとりあえずあの決意表明できてよかったです。でもしその応援する人いないっていう方とかいればぜひ応援よろしくお願いします。本当にねなんか毎回ねそのイベントにガチなんですけど、なんかもう本当に今回のイベントもっていうか今回のイベントもさらになんか本当にねなんかもう本当になんか悔しくてなんか心に何か響くものがあるというか、なんかもう本当に悔しいんで、もう悔しさをバネにするとかなんかそういうのはなんか違うかなとかって思うんですけど、なんか今まではそのなんて言うんだろう、なんか勢いで言ってた気がする、なんか本当にしたい、でも本当に冷静になって考えてなくて本当にもういやもうどうしようって結構悩むことがあったけど、でもここまで悩んでなかった気がするんですよ。でも本当にねそれぐらいねなんか自分はねなんかでもファンの方に寄り添えることができたのかなと思うとすごい嬉しい。でもやっぱ本当にね悩んでもうイベントどうしようどうしようどうしようと思って、でもやっぱりなんか自分がこの5位以内に入って幸せにできることが幸せにすることがやっぱファンの皆さんの幸せなのかなと思って、だからまあ1週間大変だと思うんですけど本当についてきてほしいです。そう画像とかもめっちゃ嬉しいんで、私もまたリツイートとかすると思うからいっぱい作ってくれると嬉しいです。それありがとう、もう本当に嬉しい、なんこさんファイトありがとう、ファイト頑張ります、嬉しい本当に。でタイムテーブル悩んでて、ショールームイベントやったことある方とか多いんですけど、めちゃめちゃ刻むのかそれとも30分とかの配信をするのかっていうのでもうめちゃくちゃ悩んでて、どっちがいい、めっちゃ悩んでるんですよマジで。これちょっと本当に悩んでて、刻むか刻まないでいくかっていう、でも刻んで捨て星とかなんかそういうなんて言うんだろう、その星投げとかやっぱ失敗したら大変だからとかって思うけど、やっぱ刻んだ方がいいのかなとかって思う、めっちゃ悩んでるんですよこれ、どうしよう、でもできないこともないじゃないですか、いや難しい、最終的には決めるのは自分なんですけどね。でもそれこれ毎回悩んでるんですよね。一番最初のショールームイベントは刻んだんですよ。で2回目のショールームイベントは刻まずにやったんですよ。悩むなー。
悩むな。悩む。逆に質問するんですけど、星集め3周してくださいって言ったらできます？皆さん、私が星集め3周お願いしますって言ったらできますか？3周。ちょっとそれを聞きたいです。ちょっとそれで判断する。星集め3周してくださいって言ったらできますか？投票しよう。ちょっと投票で決めますね。投票で決めるね。でもやっぱさ、その見やすさとかもさ大事だと思うんだけど、やっぱもう本当にポイントで決まってくるから、で一つ一つの星が本当に大事だし、星集め投げてないね、イベント初めてではないから、多分慣れてる人は慣れてると思うんですけど、ちょっと投票で決めますね。これでちょっとあの刻むか刻まないか決まるんで、結構あの真剣に投票してほしいかもしれない。お願いします。もうわがままばっかりでごめんなさい。大事なんで、本当にもう一つ一つの星大事なんで、あの回収できる限りしたいんですよ。やっぱ1日3時間だし、マックスね3週だから、回収できる分したいんで、ちょっと投票しますわ。じゃあショールームイベントのあの星投げとか、その星刻むか刻まないかっていう投票スタート。タイムテーブルがあるんですけど、タイムテーブルを刻むか刻まないかっていう、タイムテーブル刻むか、1刻む、2刻まないっていう表です。1が刻む、あごめんなさい見にくくて、1が刻む、2が刻まない。あと10秒でしてめくります。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。刻まない、承知いたしました。かしこまりました。じゃあもう今回のショールームイベントは刻む、うん、あどっちだっけ、2刻まない、
刻まないに決定しました。刻まないに決定しました。じゃあ今回のショールームイベントはもう刻みません。 OK、 じゃあ刻まずに一つ一つの枠を長めに撮って配信しますね。一つ一つの配信をちょっと長めに撮って配信するので、まあ配信のイベントの企画とかは結構しやすいのかなと思うんですけど、あのまあいろんなね、まあ配信するだけじゃねあれなんで、みんなを楽しませる枠にしたいと思うんで、なんかでもさ、やっぱ一つ一つのね枠がね長くなるし、あの結構配信に夢中になっちゃうかもしれないんですけど、星集めとか星投げとかはしてください、お願いします。あのイベントの意味がないのでお願いしますね。もうそこだけ任せた、本当にお願いします。本当にそれだけが結構あれなんですけど、そこだけはちょっと無茶を言うんですけど、大変な気持ちも分かるから本当にもう言えないんですけど、でもやっぱイベントに参加するって言ってるから、ちょっとそこは理解してほしいなって思います。お願いします、心の底からお願いします。でもその代わり見てて星投げてても楽しめる配信を作るのでお願いします、よろしくお願いします。もうマジで頑張るわ。タイムスケジュールをねちょっと考えますわ。タイムテーブル考えるわ。お願いします。そう、私今までそうタイムテーブルをりねちゃんおじさんに決めてもらってて、めっちゃおじさんに決めてもらってたんですけど、でも悩み中で、それもなんかファンの方に考えてもらうのってやっぱそれも負担かかるかなとかって思って、もう超悩み中で、それも悩み中なんですよ。いやもうこれも一緒に考えたいなと思って、ちょっともうとりあえずもうなんかもう準備大事だなと思って、もう全部配信で決めようと思って、もう決めたんですよ。この刻むか刻まないっていうのも決めたし、タイムテーブルを考える、れんちゃんおじさんに考えてもらうか考えてもらえないかっていうので、考えてて、めちゃくちゃ悩んですよ。じゃあちょっと一つ言っていいですか？あの一日休みの時の丸1日休みの時のタイムテーブルは自分で考えるんで、とりあえず明日とそう案件がある時のタイムテーブルだけ考えてもらっていいですか？休み丸1日の時がね4日間ぐらいあるんですよ一応。わかんない、今のところその案件が入ってないかもしれないけど、丸1日のちょっと待ってよ、あれが 1,2,3,4 28から31日かなまでは丸一日何も入ってないですよ今のところ。あ待って、30日入ってるか、嘘ごめんなさい、30日入ってるっぽい、でも何があるか分かんないけど、28、29と31日、最終日の31日は何も入ってないんで、あでも31日最終日か、
28と29日はもう自分で考えるんで、明日と25、26、27はちょっと収録とか入ってるんで、そのタイムテーブルで考えてもらっていいですか。お願いします、お願いします、すみません。いやマジ不安でしかないんですよ、そこが。やっぱ案件とかかかってくると、ちょっと丸一日のタイムスケジュールは自分で考えるんで、28と29日のタイムテーブルは自分で考えるんで、もちろん朝ツイートするんで、一応ちょっと次の日訂正とかあればまたアドバイスをもらいたいんですけど、25日明日のお話し会のタイム、25日26、27日のタイムテーブルは考えてほしくて、そう27日が花だれ公演が入ってて、ちょっと時間もちょっと難しいんで、ちょっと考えてほしいです、お願いします。そこだけはちょっと無理言うんですけど、わがまま言うんですけど、お願いします。28日と29日は初めてだけど自分で考えてみます。でもし一応タイムテーブルのこれ大丈夫ですかっていうんで、それはちょっと間違ってたら間違ってるって言ってほしいです。お願いします、お願いします。でそう、刻まないタイムテーブルにするので、タイムテーブルにするんで、明日のタイムテーブルをちょっと作ってもらうと、明日は17時からイベントが始まるんですけど、お話し会が終わった後もちょっと別の案件があって、別のちょっとお仕事があって、すぐには帰れそうにいないんですよ。だから18時、ちょっと調べてみますね、ごめんなさい、ちょっと調べるわ。なるべく早めがいいじゃないですか。からここまで、19時かな、19時からかな、うん、19時からですね。ちょっと19時からしか配信ができなくて、明日19時以降は空いてるので、ちょっと19時から配信を始めるタイムテーブルをちょっと明日考えてほしいです、ごめんなさい。なるべく今日中か明日の朝8時ぐらいまでにはちょっと考えててほしくて、お願いします。そう、3時間しかないんですけど、19時からの以降のタイムテーブルをちょっと明日考えてほしくて、で明日が25日なんで、26、27日と30日かな、30日のまだ何が入るか分かんないけど、案件がもしかしたら入るかもしれないので、タイムテーブルを考えてほしくて、今のところ28と29日が何も入ってないので、そこはちょっと自分で考えます、タイムテーブル。しかも平日なんですけど、ちょっと考えますね、難しい人がいるかもしれないんですけど、ちょっとなるべく面白い配信できるように心がけるので、28、29日と
最終日は一緒に決めましょう。最終日は一緒に決めましょう。お願いします。イベントのことばっかりでごめんなさい。でも本当にね、難しいんですよね、イベント。よし。でも今まで自分さ、ファンの方にタイムテーブル決めてもらってたから、やっぱ少しは自分でも考えようと思って、ちょっと考えますね。とりあえず今日の夜考えます。明日 SNS を更新すると思うので、明日の朝だから、拡散をお願いします。あのショールームイベントのそのこと注意事項とかもう過去のやつリツイートしていくので、それをちょっと見てもらったらわかると思うので、ぜひあの私のツイッターまだフォローしてないよっていう方とかいたら、ここの下からツイッター飛べるので、ぜひ飛んでフォローしてください。イベントのこと発信すると思う。あとここのあのプロフィールのところもまたイベントを仕様にして、ちょっとタイムテーブルとか更新していくので、ぜひチェックしてください。お願いします。明日はね、まだね内容決めてないんだけど、明日はイベントに対する意気込みとかを話していきたいなと思います。あとあ、そうだね、でも一つ一つの枠が結構多めに取れるっていうことなんで、刻まないから多めに取れるってことなんで、まあイベントに対する思いとか、まあでもね、あとはちょっと秘密にしておきます。明日の朝お楽しみに、明日の朝お楽しみに。リコちゃん刻まない、大抵出してるから参考するのあるかも。確かにね、確かに人のやつ参考にするのもありかもね。自分のその過去のショールームのイベントのタイムテーブルとかもう一回見直して、ちょっと参考にしてみます。でも本当にスタートダッシュ大事なんで、17時からは切れないんですけど、1日目結構大事だと思うし、最初の3日間ぐらいはマジで本当に勝負なんで頑張ります。でもイベントって本当に最後まで何があるか分かんないから、ちょっともう本当にもう一日一日を大事にして全力尽くすので、ついてきてください。お願いします。もう頑張ります。だからもうちょっともう本当に結構ファンの方にいろいろ頼る形にはなってしまうんですけど、 SNS とちょっといっぱい更新していくので、リツイートと拡散とかもお願いしたいです。お願いします。頑張ります。でもね、ちょっと今回のイベントで、イベントの企画として初めてちょっと挑戦しようかなと思ってることがあるんで、楽しみにしててください。なんだかんだやったことなかったっていうことをやります。それをちょっとやるので、ちょっと楽しみにしててください。あの結構負担に思うかもしれないんですけど、一つ一つちょっと面白い枠作っていくんで、楽しみにしててください。私も楽しみですから。そう、なんかイベントね、あのマジファンの方との時間が増えるからね、好きなんですよ。楽しい、普通に。そう、ちょっと楽しみにしてください。企画考えますんで、楽しい、うん、お願いします。
ネムネムニャンコ更新しなきゃ。ネムネムニャンコ更新しよう。しようかな。20分になったら配信終わりますね。オッケー、ツイートした。ツイートしたー。オッケー。メリーメリースマスサイレンメ、あなたに会いたい。よし、じゃあ18分なんで壇上読んでおしまいにします。ありがとうございました。ちょもうクリスマスコンサートのね、もうありがとうございました。本当に楽しかった。ちょっと後半ほとんどイベントのことになっちゃったんですけど、決意表明もできてよかったですし、あの本当にイベントのことも少しずつ話してよかったです。今日の1位書いておしまいにします。ありがとうございました。1湯豆腐ありがとう。湯豆腐じゃあ13位から読んでいきます。13位かきひこありがとう。12位ゆきめだちゃんありがとう。11位てっちゃんありがとう。10位はぜっちありがとう。9位ペンタロウありがとう。8位スーさんありがとう。7位たっくんありがとう。6位草刈木さんありがとう。5位ロコポコ Thank you。 4位南光さんありがとう。3位ベニジャケタルトありがとう。2位アットタケありがとう。そして1位がアドルッタ湯豆腐です。ありがとうございました。ありがとうありがとう。ナンバーワン
ゆで豆腐食べたいな。ありがとう、ありがとうございました。これ豆腐です。ありがとうございました。じゃあもう配信終わります。じゃあまた明日からねイベント始まるんですけど、一緒に頑張りましょう。よし、じゃあまたツイートするので拡散とお願いします。頑張ります。ありがとうございました。じゃあまた明日お会いしましょう。ありがとう。ってことでちょっとあれなんですけど、19時からのちょっと刻まないタイムテーブルをリポンメールかなんかで送ってほしいです。ほんとすいません。お願いします、お願いします。あの届いたらすぐ使わせていただくのでお願いします。あと画像とかも作ってくれたら SNS 等で拡散するので、内海りーねがお願いします。もうめっちゃ嬉しいんでお願いします。じゃあまた明日会いましょう。頑張るぞ絶対に。じゃあバイバイ、おやすみなさい。もしよかったらあの Twitter と Instagram のフォローもお願いします。 Twitter と Instagram やってるのでフォローしてね。じゃあバイバーイ、お疲れ様、おやすみ、寝ないけど、バイバーイ、おやすみなさい。あ、メリークリスマスイブ。